黒猫サムワイズ。今回も指輪物語よりサムワイズギャムジーを使用したデッキになります。ヒトウ君生物が戦場に出るたび食物を生成する能力を持ち、食物を生贄に戦場に戻る大釜の使い魔と相性抜群です。この2枚にタップ、マナ不要なサクリ台を組み合わせれば無限ライフルーズとなります。実戦からコンボの挙動を確認してみましょう。まず1枚目のパーツ、大釜の使い魔。コンボ開始時に戦場か墓地のどちらかにいれば良いので除去されても OK です。続いてサムワイズギャムジー。最後に出してしまうと食物が用意できないので注意。そしてサクリ台の悲哀の徘徊者を出せばコンボ成立です。能力を起動して猫を生贄に、食物を生贄にして猫が復活、猫が出たことで食物が生成。これで無限ループとなります。ループの過程で猫の ETB でドレインできるので無限ドレインですね。ちなみにヒストリックリーガルな無料サクリ台としては狂気の祭壇が最軽量で、サクリ台ではないものの猫を即死させられるゲスも一応候補になりますが、今回は単体での可用性も考慮して悲哀の徘徊者を採用しました。デッキ全体はこんな感じです。3マナ以下のクリーチャー3枚コンボということでカンパニーも入れたいですが、有力なサーチや除去も入れようとすると肉の数が足りず今回は断念。今回は枠が足りず不採用ですが、他にも採用圏内のサーチカードは豊富にあるので手持ちや好みに合わせて調整してみてください。それでは対戦に入ります。パーツが徘徊者のみでサーチも除去もなし。戦術で頑張っても良いですが、1回はマリガンしましょうか。マナクリスターとしつつパーツとサーチ1枚ずつ、これでいきましょう。色には困らなさそうなのでガチョウを戻し、ラノエルからスタートです。お相手はプッシュ。ここに入ってくれるなら上々です。このターンマナを使い切るならチーム結成ですが、次のドローで引かなかった方のパーツをサーチしたいのでここは猫から。お相手は2マナ立ててエンド。除去構えっぽいですね。猫に除去使わせたいので第一メインで動いて後続いないようアピールしましょうか。オートタップくんが白黒残そうとしてますが、白1マナの動きはないので手動でマナ出し。徘徊者を発見。サムはいないようですね。最初に説明した通りサムを最後に出すとコンボが成立しないのですが、もう1枚チーム結成がありますから次のターンにサーチできるようお祈りです。エンド前に猫が踏みつけられますが、これは狙い通り。これで除去が打ち止めになってくれると良いのですが、まずサムが見つかるかですね。まあ2回も3分の1めくったらさすがに見つかります。これでこのターン出すとこまで行って返しに除去されなければコンボ成立です。通常ドローと鏡割り2章で3枚掘られてるのが心配ですが、焼肉鍵虐殺事件じゃなかった悪辣な略奪ですか。 X0 で出してからプッシュで実質無料って魂胆ですね。まあ2枚使ってくれる分にはいいんですが、囲いまで打たれるのは辛い。何かしら1マナ生物引けたら再度リーチだったのですが、行って戻ってしまいますが、ここでサムをトップ。除去3枚とハンデス1枚を耐え抜いたご褒美ということでご勘弁ください。これもまた除去されるようならお相手を褒めたたえるしかないですが、戦闘前に除去しなかったってことはさすがにもうないかな。よし、ターンが帰ってきましたね。猫が墓地にいる状態でのスタートですが、徘徊者が出るときに食物が生成されるので、これを利用して猫を戦場に戻して、あとは通常ルートと同様に無限ドレイン。猫を探るときに悪辣な略奪が誘発しちゃいますが、大した問題じゃないですね。メタンカッター、ここで投了。対戦ありがとうございました。マナクリ4枚はひどい。マリガンですね。今度はバランスの取れた良い初手です。キープで。ちなみにトロフィーはもともと入れるつもりなかったのですが、最近のヒストリック BO1 は各所から墓地帯が飛んでくるので泣く泣く採用。ついでに墓地帯とかじゃなくてレストインピースとかのマジなやつが来ますからね。 BO1 なら墓地利用とか言ってられない感じになってしまいました。まあトロフィーなら無理なく対策の対策できるのでなんとかというところ。万能パーマネント除去なのが偉すぎます。さて、序盤はサクリファイスっぽい動きでしたが、急にきな臭くなってきました。まだ型は分かりませんが、
クリーチャーコンボであることはほぼ確実。こちらも土地さえ詰まらなければ異界2連打で5ターンキルはできそうですが、ひとまず3枚目の土地を確保ですが、緑ダブルが出ないですね。なのでここはトロフィーは構えずが蝶まで出して自分の動き優先で。お相手はハーンフェル、ということはビルギストームですか。次のドローも含めて手札3枚、ハーンフェルで実質6枚分になるので、こちらのターン中にトロフィーで破壊するまでは規定路線。土地から緑ダブル出るようになったので、サムのサーチまでして良さそうです。お相手のコンボは妨害しつつ、こちらはコンボリーチを突きつけましょう。ガチョウの方から探りましたが、どうせブロック負荷だから猫からでよかったか。まあせっかくなのでアタックしてループ回数を減らしておきましょう。第2メインでハーンフェルを破壊、あとは速度勝負ですね。破壊したはずのハーンフェルがまた出てきたでござるの巻ですが、これで5マナ使ったらこのターン中にコンボはできないはず。ということで無事にターンが返ってきましたね。猫は墓地にいてよい、つまりは異界の進化の種にしても良いということ。変則的な形ですが、これにてコンボ成立です。メタンカッター、ここで投了。対戦ありがとうございました。ツーペアは笑うけど悪くもないですね。パーツは全部サーチで持ってくるつもりでキープしましょう。まずは1匹目のガチョウから入ります。お相手はセレズニア天使ですね。こちらはサムをすびき、返しの亡霊は気になりますが、まとめてコンボ揃えない限りどうせいつ出してもリスクは一緒ですね。ちなみにここが超タダで出せるの見落としてました。消費した分の食物をサムがすぐに供給してくれたんですね。気を取り直してチーム結成ですが、まさかのスカ4積みの猫も徘徊者もトップ3分の1にいないなんてことある。そうなると追加のマナクリか除去かという感じですが、よくよく見れば手札のガチョウと合わせて次のターン6マナ用意できますね。少々贅沢ですが、猫も異界の進化で連れてこれるのでコンボ成立です。ということで1ターン遅れでガチョウからガチョウを出し6マナ確保。亡霊来るな。よし、お相手マナスクでしたね。そんなわけでまず1枚目の異界の進化ラノエルをサクって徘徊者を持ってきて、続けて2枚目の異界の進化で猫ちゃんを連れてきましょう。禁断の異界の進化二度打ち、メタンカッター、ここで投了。対戦ありがとうございました。今更ですがツール使い始めました。今回は収録始めてすぐに取れ高確保できたので対戦少なめですが、今後も記録忘れがなければ継続して出していきますね。ご視聴ありがとうございました。